熊本市のさまざまな取り組みを紹介するこんばんは熊本市。今日のテーマは知ってる？骨髄バンクドナー。10月は骨髄バンク推進月間です。熊本市では10月14日熊本城ホールシビックホールで熊本城ホール開業5周年記念つなげプロジェクトオレンジ知ってる？骨髄バンクドナーと題した映画上映会とトークショーを開催します。現在熊本県の骨髄バンクドナー登録者は1万人を超えていますが、骨髄バンクから実際に移植を受けられるのは希望者の半数程度にとどまっています。全ての患者さんが移植の機会を得るためには1人でも多くのドナー登録が必要です。このイベントを通じて骨髄バンクの取り組みをたくさんの方に知っていただきたいと思います。今回のイベントで上映されるのは、白血病を克服した少女とドナーになった男性の物語を実話をもとに映画化した一番会いたい人。上映終了後のトークショーには、この映画で主演を務めた熊本県出身 AKB48 の倉野尾成美さん、堀智子プロデューサー、主題歌を担当した山本雅也さんが登壇し、映画の制作秘話や骨髄バンクドナー登録への思いを語ります。映画トークショーは定員は300人で入場無料。現在インターネットで応募を受け付けています。詳しくは熊本市ホームページでつなげプロジェクトオレンジと検索してください。つなげプロジェクトオレンジとは、若い世代のドナー不足など骨髄バンクが抱えるさまざまな課題解決のため、すべての人々の絆のネットワークを骨髄バンクのシンボルカラーであるオレンジでつなぎ、社会全体に広げていこうというものです。あなたの登録が大きな希望となります。イベント当日、シビックホールホワイエでは、熊本県赤十字血液センターによるドナー登録会やパネルの展示、パンフレットの配布を行います。骨髄バンクドナー登録にご理解とご協力をお願いします。次回は合同就職説明会について。お見逃しなく。